風景論的に考えると、風景という考え方に2つあるというんですね。それは東洋的な風景認識の考えと、それは日本にもなるんですけども、というか中国なんですね、これ。その考えと、もう一つは西洋的な考えがある。で、その2つの考え方というものは、子どもたちにですね、よく考えてもらって、実際にすごくいい場所に行って、それを実践してもらう教育というのはすごく大事じゃないかと思いますね。で、ヨーロッパ流の考え方の風景とは言わないですがね、で、景観っていうんですよ。で、最近景観という言葉はしょっちゅう使うんですけども、実は景観という言葉は昔は日本語にはなかった。明治時代に三好学という東大の先生がドイツへ留学して作った新語なんですね。で、そのドイツへ行った先のドイツがですね、ヨーロッパ流の景観をずっと発展した場所なんですね。で、それはドイツ流の景観学というのは地域ということなんです。で、一つの地域をの、まあ、地球で言えば一つの地球のある地域の地球表面がどういう状況になっているかということを考えることが景観なんですね、ヨーロッパに。で、それプラス絵なんです。で、そういうような地域のことを考える結果として、それを眺めたらどういうふうな絵になるかということがヨーロッパ流の考え方ですね。ところが、東洋的な、あと中国だとですね、もっと全然違うんですよ。で、もっともっと深い哲学的な意味があるんですけども、残念ながら日本へその中国の考えが来た時には、日本は全く絵になるんですね。日本のその風景というのはやっぱり絵なんですよね。で、そういうようなことを含めて、まあ、景観というものは、植物の集団である森とかですね、で、大きなその単位で、その植物、もっと言えば自然ですね、を理解するときに非常に大事な考え方なんですね。で、日本ではですね、八景という言葉がすごい日本的なんですよ。それから三景ね、日本三景なんて日本人大好きなんですよね。それから八景も大好きで、近江八景ですよ。で、この東京でいうと金沢八景ね。全国でね、八景を探すとね、500以上あるんですね。どこ行っても八景なんですね。もう八景より残ったなってね。それはね、元はね、中国なんですけども、中国の揚子江下流にですね、杭の甲州というとね、すごく風景のいいところがあって、そこに洞庭湖という湖がある。そこに流れ込む川で小庄川っていう川があるんですわ。これ難しい字書くんですけどね、小庄川の風景を研究した人が宋の時代だそうですね。風景というのは戦術命令は8つになるんだいうふうにして八景を考えたんですよね。で、それはあれですよね、音まで入ってる。で、風景にはその視覚的なものだけじゃなくて、自然を人間が五感で感じる世界をうまくまとめると八つになるというんですよね。で、その考えが日本へやってきて、近江八景になったんですけども、日本人は残念ながらその小庄川の深い部分のことは理解しなくて、形式だけですね、日本人の風景論はものすごく形式なんです。で、僕はもういつも風呂屋の看板だって言うんですが、富士山の風景を感じるにしても、みんな風呂屋の看板なんですよね。で、風呂屋の看板っていうのも決まった型がある。で、この富士山の風景もですね、昔、
奈良時代からその富士山の風景という絵があってね、でずっと雪舟を通して江戸時代までは富士山というのはね必ず決まった描き方をしなかった。で富士山の峰は3つ描かねえかんですよ。でそれにそれぞれその仏様が住んでるんで、そう描かないと富士山にならないですよね。で現実はそんな格好したわけじゃないですよね。でそういうような非常にこう形式化された風景論が日本の人の風景論ですよね。まあその形式化のことはともかくとして、パッと風景を見たときにその風景というものをどう捉えるかというようなことを意識して、その中に森があるという形で植物と関わっていくということは非常に大事じゃないかと思っています。で、もう一つ風景論的にですね重要なことは、人間はですね、2つあってね、1つは文明が非常に進んでこないと風景というものに注意がいかなかったんですね。で風景というものに価値に気づいたのは、17世紀になって、ヨーロッパでオランダで始まったっていうんですけどね、風景画というものが出てくるのはその辺からであると。でそれまでは人間はあんまり風景という価値を考えなかったじゃないか。だから、やっぱり文明的な非常に高度なですよね、意識のいる世界だというのが一つですね。でもう一つの特徴はですね、一人の人間の一生の中である時にその風景的な感性を要するにショックを受けないとその風景的な感性は育たないですよね。で、その時がいくつかいつかというのは実はまだよくわからないんだけども、私は思うには一つは思春期なんですよね。で思春期になると男性はやたらとこれは放浪したくなってフラフラする。その頃にすごくいい風景体験をするとそれが一生その人の宝になって、そしてそういうことに、興味を持つ。で環境なんていうことを興味を持っている人たちというのは例えば登山をする人が多いのはやっぱり若い時にですねそういうその非常にショックを経験を受けている、ですから、子どもたちにそのいい風景体験をいつやらせるか、どういう形でやらせるかということは非常に大事な視点で、で、ね、私は、ちょっと富士山別な富士山出してくるますか、もう少し綺麗な富士山がある、あるかな、うん、前へ前へ出して、はい、どんどん前へ出してください。あ、そうなんですか。それじゃあこのこれなんですけどね、もっと言うとね、表紙は写っとってないでしょ。あ、いやいや、それじゃあこれ私の自慢の写真、これはもうその、ね、植生が何もない富士山の形だけのものなんですけどね。でこういう現場でこの写のこれは写真ですけど、この風景をどう見るかということは、例えばさっきのヨーロッパ調で言えばその一つの面的な地理学的な概念で見るので、例えばこの角度がどうだとかね、この面積底辺の面積がどうで体積がどうだとかね、そういうような視点が入ってくるんですよ、ヨーロッパ人のね。ところが日本のね、これは内田芳明さんの話だけども、江戸時代に、ドイツ人が日本へやってきた、それはエンゲルベルト・ケンペルという男だ。これがもうね全くそのヨーロッパスタイルの風景論を身につけてきてるんですね。で彼は江戸長崎から江戸へ来るにしても非常に風景描写が具体的な、で江戸の、その江戸城へ上がっても
その将軍のいた大広間、ね、な横何メートル奥行き何メートルとかね、きちんと書いて絵にも書いてるんですよ。それでやがてそれはその測量学地理学とか発展していくんですけども、やっぱりちゃんとね測量機械を持っててね測ったりするんですよ。でそういうふうにして風景というものをその中で考えていくんですね。ところがそのケンペルとことによるとあったかもしれないというのが、奥の細道場所なんですけども、あの場所がね確か、滋賀の方へぐるっと回っていった時にケンペルがその西からこう江戸へこう行くとねあったかぐらいのところなんです。そうですね。ところがそのこれは内田さんの話によると、場所というのは点でダメなやつで、その風景を見れなかったじゃないかと。で風景論という、例えばそういうふうな風景をちゃんと客観的に捉えてね、その証言できるようなこと何も書いてない。確かに何も書いてないですよね。だから場所の風景というのは、どこにあったかというと違うんですよ。多分ね、僕はこの心の中、一度自然というものを自分の心の中に取り入れて、非常にこう自分でねある形という心の中でこうやったものを出してるんだと思うんですけどね。でそういうようなことで、風景というものはまあもう非常にやっぱりこの、考え方をきちんと整理しながら実際の自然に相対してそれを子どもと一緒に実践すると。それでね、そういう考え方を私は森というものの観察にもっと生かしたいと思ってるんですわ。でこの富士山という全体もそうなんですけどね、そうやって、植物で言えば森ですね。で森というのは、たくさんの木が生えてますわね。たくさんの木がそれぞれお互い我慢し合いながら共同で一つの世界を作っているという見方が一つあるのが分かるようですよね。で実はそういう見方っていうのはかなりあるんですよ、で私はそうではないと思ってるんですよ。で森というのは木がねもう自分は勝手にしたいけどもなかなかそうはいかないので、もう必死に我慢しながら、自己主張をして、で願わくば隣のやつをやっつけてやろうと、こういうふうな生存競争をしている激しい場であると。でそういう生存競争の結果としてああいうものというのが維持されているんだ。それは見方の問題だ。でそういうような見方を一つ前提を置いて森を一つ一つ見るとね、そうするとまた森の中のねいろいろな姿が見えてくるんですね。で今私は皇居の中の森を紹介することをいろいろやってるんですが、皇居がまさにそうなんですよ。あれ江戸時代からある木がね、このテーブルぐらいの欅の木があるんです。それは江戸城を作る前にあそこに街道があったって言うんですね、江戸城の中。でその時に街道の並木として植えた欅がまだ残ってる。でその欅がですね、ただ立ってるんじゃなくて周りの同じような木と常に競争して光の取りっこしてるんですよね。それで、太陽の光をたくさん得たものが勝つ、で負けたものはその光がたくさん取れない、つまり人の枝の下になっちゃうから、でだんだん弱っていくんですよ。そういう関係があるんですよね。でそういうようなことをまあ一つ置きながら森というものをこういくらか分析的に見て、そういうようなことが、ですよね、この風景論から始まって植物を大きく見るという時にいろいろヒントになるんじゃないかなと思っています。で私自身はあの富士山、ちょうど富士山いい場所なんで富士山を使ってね、これは高校生ですが高校生を10人くらい3日ほど連れて行って、
で風景の話と森の話とね、で今のような話で、今のような話の中に自然の森と人工林というのがあるんですよね。これがまた全然違う。でそういうような中で植物たちが、まあ、樹木ですね、樹木がどういうふうな生き様をしているのかということを見てもらうとですね、大変そのやっぱり、まあ、高校生ぐらいで、いろいろなことをね感じて、いい機会が得られるようです。それがまあちょっとね、まとまらないんですが、その風景論的な見方で、私はその子どもたちを自然に連れていくときは、まず大きなところから見なさいという話です。で大きなところっていうのは言ってみれば地球なんですよね。地球だけど、まあ実際はその場の地形、それは山が、急な山が横にあるか小川があるのか、それから森で、そこにどんな森があるのか、それから森の中にはどんな木があるのか、でだん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 自分の方へ観察を狭めていく、そういうふうにして見る訓練をしなさいというふうに説明をします。でそういうことを言うだけでもね、子どもたちやっぱりね、パッとこう自然の見方みたいなのがね分かってくるんですよね。これまあちょっとね、もう少し大人の人にはその八景の話をよくするんですよ。で八景にはね、夜の雨っていうのがあるんですよね。で夜の雨がどうしていい風景かっていうのは、闇夜にカラスみたいな話ですが、例えばですね、静岡八景、静岡の駿河八景っていうんですけどね、そこはね、静岡市から西へ行くと宇都宮の峠っていう峠があるんです。これは江戸時代には山賊が出る峠ですよ。それでね、ものすごく寂しい峠なんですね。そこへその真夏、梅雨の時の夕暮れに通りかかる。そうするとね、すごい雨が降る。静岡はものすごい夕立が降って、その白い雨って言うんですよね。でその紀貫之がそういうことを残してるんですけども、夕暮れでもう本当に暮れかかっている時に猛烈な雨が降って周りが白くなるぐらいなところはすごい寂しいって言うんですよ。その寂しさがいいって言うんですよね。だから考えてみると、現場でそういうところに行ってそうなれば、やっぱりすごい心に染みるというか風景になるんだと思うんですよね。それからその少々発見の中には墓雪っていうのがあるんですよね。夕暮れ、夕暮れの時に雪が降ってくるですね。それは有名なのは、平の墓雪、京都の平山のね、墓雪っていうんですよね。それから夕べの鐘の音、あれは三井寺の鐘の音ですけどね、近江八景はね。でそれがものすごくいいところ、これ鐘の音なんだけども、ある意味じゃ風景も浮かんでくるんですよね。でそういうような話をしながら、こう風景というものにこう入り込んでいく、そして、なんとか捉えていくというようなことを試みたらいいかなというのが、これが一つ最初の話ですね。